夜間などに発生する交通事故を防ぐ対策です。岡山市の警察署でカプセル自動販売機を使い、夜光反射材を無料で配布する取り組みが始まりました。こちらの専用のコインを中に入れて、夜光反射材が出てきます。岡山南警察署に今日から設置された夜光反射材ガチャ。先着100人で交通安全宣言カードを書いて窓口に提出すると、専用のコインがもらえてレバーを回すことができます。出てくるのはおよそ40種類の夜光反射材です。県内では今年に入って昨日までに交通事故で31人が死亡していて、去年の同じ時期に比べて12人増えています。ガチャを通じて楽しみながらも手に入れたものにつきましては、皆様方身につけてくださるのではないかなと思っております。岡山南警察署では夜光反射材を身につけて夜間の事故防止に役立ててほしいとしています。